日本鹿児島県日置市吹上町よくら吹上町よくらは、鹿児島県日置市の大技。旧あたこウり遺作号よくら村、あたこウり遺作村大技、よくら、日置郡遺作町大技、よくら、日置郡吹上町よくら。人口は492人、世帯数は230世帯。郵便番号は899-3309。日置市の南部。 伊佐川の中流域から上流域に位置している。阿佐市の北部には、日置市吹上町田尻、吹上町長吉、鹿児島市平田町、南方には、日置市吹上町湯の浦、西方には、日置市吹上町中原、東方には、鹿児島市春山町、中山町、下福本町にそれぞれ隣接している。阿佐市の中央部を伊佐川が、東西に流れており、 それに沿って、鹿児島県道22号、谷山作線が通っている。また、鹿児島市との境界付近を、鹿児島県道291号松本川辺線が南北に通っており、県道22号と県道291号の交点付近は、伊作峠と呼ばれている。阿生木内には1978年までは、吹上町立藤本中学校、 吹上町立藤本小学校が所在していたが、1978年に、藤本中学校は、吹上町立吹上中学校に統合され、廃校となり、1985年には、藤本小学校が、吹上町立律遺作小学校に統合され、よくらからは、学校は消滅した。藤本小学校閉校の翌年の1986年に、 私立の池田学園池田中学校が藤本中学校跡地に設置された。しかし、池田中学校は1996年に鹿児島市西別府町に移転し、以降学校は地域内には所在していない。よくらという地名は鎌倉木に伊予倉名として見えるのが初見とみられ、中世は薩摩国遺作省に属していた。 伊作省と日置北郷のゲスト名主をめぐり、両家と児童が争いが起こったが、昭和五年に寺田及び神田を除いた領地が児童に去り、渡された。文法元年には和与が行われ、年貢会帰の免除が行われた。元通り四年に伊作省が下地中分され、伊作省は南北に接半されたが、伊作側が中分の教会となったことから、 伊予総は南北に分割され統治されることとなった。江戸期には、薩摩国あた公遺作号のうちであった。村高は、天保郷町及び、群村高寺町では182国余り、三州五地西洋欄には309国余り、遺作名称詞最先町には372国余り、急行丘陵取調べ町には418国余りと記載されている。 1889年に町村制が施行されたのに伴い、伊作郷の区域より伊作村が成立し、江戸期の横田村は伊作村の大技、横田となった。1922年には伊作村が調整施行し、伊作町となり、道庁の大技となり、1955年に伊作町と長吉村が合併し、吹上町が新設され道庁の大技となった。 2005年には、吹上町が、移住委院長東市木町、日吉町と合併し、日置市が新設され、大技よくらは、日置市の大技、吹上町、よくらとなった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。伊作峠から吹上町よくら方向を望む、地域内には、鉄道は通っておらず、1984年までは、 中原に所在していた鹿児島交通枕崎線の伊作駅が最寄り駅であったが、同線の廃止により廃駅となっている。ありがとうございます。